遅くなるよーって来てんで、大変だ、頑張って今から帰る。翔太頑張ってね。愛してるよ。愛してるね、料理中だって。かわいいね。少量。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい。今日は、うん。何をするかと申しますと、はい。皆さん、やってる。うん。絶対やってる。うん。LINE を。はい。公開しまーす。というわけで、今日はですね、うん、その LINE を、今まで、ダーンって出したことないでしょ。ないと思う。ないじゃない。うんうんうん、ないの。だから、うん、僕らが普段どんな LINE をしてるのか、うん、冷たい LINE をしてるか、うん、それともめっちゃエロティックな、LINE してるかもしれないし、もしそうだったらやばいよね。やばいよね。うんうん、っていうのをね、うん、ちょっと見せれればいいかなと思ってます。イェーイ。で、俺の携帯は、いつ変えたかな ?1 年ぐらい前に変えてて。そうだね。りょうの携帯に関しては、ずっとこれなの。うん、てか、多分、動画を撮り始める前からじゃない?うん。もうずっとこれだよね。カバーもずっとこれなのよ。うん、ここ本当は黒だったのに。あ、そうだよ。はげても白になっちゃうくらいずっと使ってる。だからもう、さっき、その LINE をこうやって見返したらどこまでも出てくるの。だからもう、この中に僕らの恥ずかしいものが全て詰まっております。やばいね。それを公開しようと思います。イェイ。ひょにょ。というわけで、うん、まあ、とりあえず最初は最近のやつから見せていければいいかなと思ってるんですけども、うん、とりあえずね、どうしようかな。最近、まず日付は、3月の7日。3週間くらい前のやつかな。それがこんな感じです。この文面からしてね、翔ちゃんの節約家魂がすごく見える。この時の LINE で、なんで自分が駅まで迎えに行くよって自分から言ってきたかっていうと、自分がペイペイで払うことによって、ポイントがもらえるかなっていうに、そのために迎えに行くよっていう内容ね、これね。しっかりしてんなぁ。いや、まあそのおかげでね、うん、うちの家計が保たれてるっていうのがね、あるんだけど。迎え行く時もあるんだけど、うんうんうん。迎えに行く理由ってあんのかなとか思っちゃって。ああ。俺ね。まあ長年ね、迎えに来て、で、ふと思っちゃった、ね。そう。しかも、結構家から全然近いのね。あ、まあそうね。うん。駅が近いから、うん、だから別にそんなね、なんか、迎えに行くほどの距離でもないな。ちょっと身に出せなかった、俺の、得さが。だから、じゃ何かしら理由をつけて、迎えに行くメリットが。そうそうそう。うん、あ、それはもう、電子決済。終了。ポイントゲットだった。ポイントゲットっていう、あれだよね。確かにね。もう本当に思ったもんね、この時。ああ、もう、しっかりしてるっていうか、ケチだなって思った。そうだよ。これとかさ、その方がポイント貯まるしお得。かっこ俺は。自分のあれだよね、もう。うん。現金で払うくらいなら、ペイペイの方が得かなと。まあ俺も受け入れてるから。そうだね、わかった、って。いや、もうこれでまたさ、俺がさ、なんかさ、冷たいやつみたいな。いや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 、しっかり者っていうのがね、皆さんに伝わってると思う。うん。大事よ。まあそれが、最近のやつかなぁと。最近のうちらの LINE で面白かったやつだね。うん。ひょにょ。あとはね、多分こっち側からが最近。うん。じゃあ続いて、まあちょっと前かな。まあそうだね。ちょっと前ぐらい。くらいかな。次が、うん。これ。これは多分、怪我した時かな?あ、そうだ。そう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 。そうだ。包丁で指切ってる時の。結構指切りやすくて。うんうんうん、俺、そうだよね。その時。で、絆創膏買ってきてって言ってね。そこまで俺ら多分、顔文字使わないよ。あ、そうかも。うんうんうん。うん、でも一応スタンプは使うんだよ。うん。翔ちゃんこのさ、もうこのなんていうの、うん、なんだっけこのキャラクターは。これは、かなへい。あ、そうだ、かなへいのスタンプめっちゃ使うよね。うん、使う。そう。しかもこのスタンプチョイスがさ、よーし、いい子だ。どこから目線だそうだね。確かに。すごい上から目線だよね。やだなぁ、もう。また、なんかこんなことばっかり。なんか、俺がさ、なんか親みたいな感じだもんね。なんか、パソコン箱の中に入ってるでしょみたいな、はい。あ、見てない。あったー。よし、いい子だ。終了。いいね。うん。いいと思う。うん。いいね。かわいいよ。かわいいでしょ。うん。じゃあ、続き、いきますね、うん。次が、はい、ちょっと、遡って、2018年まで行きましょう。もう2年前。そうだね。2018年、
7月かな。あ、3年前になるのか。そうだね。おー、すごい。動画始めてないか。あ、そうだ。始まってないや。動画始める前の LINE だ、うん。そうだね。うんうんうん。が、これ。うん。てかさ、待って。忘れてた。これ、まずさ、この、後ろのやつ突っ込まないの。この写真ね、もう多分ね、今まで見てる人はすごく気になってると思うよ。うんうんうん。これは、可愛くないこの写真。右がトトロじゃん。左は俺なんだけど。そうそう。まあ、トトロの真似をして、そうそう。時のやつだから、これは、あのね、福岡だ。そうそう、福岡旅行に行った時だから、この写真自体はね、多分2018年の、11月の披露宴の後のやつだから、うん、そこから変えたんだよね、うん、これ。そう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 。そう、あったね、これ。そうそうそう。うん、でも3年くらいずっとこれ。いや、この翔ちゃんがね、めっちゃトトロにそっくりなのよ。かわいい。ありがとう、ありがとう。じゃあこれ読むか。うん。うん。まあ、こんな感じで、もう、この時からパスタっていう風に、うん。もうね、ずーっと言ってるよね。パスタ言ってる。未だに言ってるからね。うん、すごいと思う、俺。しかもね、ジェノベーゼ。ジェノベーゼが好きだった。うん、好き。今も好きなんだけどね。うんうん、ずーっと変わんないんだよ、うん。好きなものが。変わんないよね。変わんない、本当に。何食べたいって言ったらさ、うん、パスタっていう。パスタっていう。本当に変わんない。外れないんだもん、パスタは。もう、だから、ね、うん。お米みたいなもん。あー、主食みたいな。主食。うん。また俺のね、作るパスタが美味しいからでしょ。はい。続いて。ひょうにょ。続いて。はい。これもパスタだ。次もパスタだな。うん。パスタ晩ご飯どうする食べるよ。何がいいパスタ、ペロ。いいね。かわいいね。ね。この時はね、まだね、今から帰るよとか、晩ご飯どうするとか言った時の返事がまだね、しっかり来てたんだよね。今はね。待って、今どうなの？今はね、なんか。今。俺もう食べたからいらないとかね。そんなことないでしょ。いや、ほんとそんなことないよ。家で待ってる、みたいな、そういうのなんか冷たい、なんか。今から帰るよ。家で待ってるね。お疲れ様です。いいじゃん。別に普通じゃない？いやー、これはまだマシな方よ。ほんと？冷たい時はほんと冷たいから。でもそうだね。今から帰るよ。OK。もう文字打たずにスタンプで返すってね。そうだね。うん。そうだね。だいたい。もう超めんどくさいよね。めんどくさがってるよね、それ。終了。じゃあ続いて。うん。次がこれ、これ多分もっと遡る。ね、いつかな忘れちゃったの。でも2018年4月って書いてあるから。うん。何かいるって言って。なんでこのコーラっていうの疑問系なの？コーラ。あ、コーラが。うん。強いて言えばコーラみたいな。そうそうそう。大きいのって。このくらい。かわいい。このくらいじゃわかんなくない？かわいい。だってこのウサギの大きさ知らないしさ。かわいいね。なんか、人間で言ったらその大きさはもう 1.5 リットルだから。そうだね。こんくらいで。かわいくないこのスタンプ。かわいい。ね、未だに使ってないや。もう。あ、これは見てないかな。あれもう使えないかなわかんないけど、使ってないんだけど。まあそうね。うん。懐かしい。まあ、全体的に翔ちゃんのラインかわいいんだよな。ほんとよかった。うん、次が 2000?もうだいぶ、もう、4年前くらいの。17年。うん。うん。多分これは、翔太が仕事で遅くなるよっていう時のやつだよね。うんうん、遅くなるよーって来てんで、大変だ、頑張って。今から帰る。翔太頑張ってね。愛してるよ。愛してるよだって。最近なんかもう LINE で愛してるよとか送ってない気がする。なんかしかもさ、このスタンプ古くない？確かに。スタンプっていうか。愛してる、りょういちだって。かわいいね。りょういちとか言わないよね、最近。言わないな。あ、言うかな。言ってないよね。言わないと思う、うん。愛してるとかも、なんか言わないね。聞かない気がするもん。うん、まあ、そうだね。こういう時もありましたよ。LINE とかでね、LINE ではね。ありましたよ、こういう時。うんうんうん。いや、なんかね。かわいいね。なんか初期って感じじゃない？うん。付き合ってさ。確かに。こういう会話してないな。うんうんうん。ね、してないよね、最近ね。してないね。しなくなるよ。うん。ちょっと今度送ってみよう、愛してる。つって。そしたらさ、なんか変なスタンプで返してる。そうだよ。いや、こういう時もあったんだなぁ。終了。はーい。はい。次。りょうちゃんいない時でも、一人で寝てるかも。あ、俺が仕事でいない時なのかな。うんうんうん。いいよー。やった。知らないやつ連れ込むなよ。そしてこのスタンプ。このスタンプ未だに使うもん、俺。あー、隠れるやつ。隠れるやつ。これめっちゃいいよね。これいいよね。そしたらマジ、ね、つって。俺怖っ。
あったね。いいね。こんなね、冗談言い合ってたんだね。懐かしい。最後。うん、最後だね。うん。最後は、はい、俺さっきさ、この写真見てさ、うん。まあいいや。ちょっと見せるわ。うん、うん。さっきに。見せる、見せるね。見たい見たい。ダン。まず誰、ね、誰若っ。若いの。俺はそんな変わってないんだ。うん。へっそ。しかもさ、またその後がさ、うん、翔太、何大好きだよ。俺も。ね、かわいいなぁ。かわいいね。ほのぼのするね。昔の見るとね。うん、いいね。顔全然変わってないね。変わんないよね、俺で。すごくない？俺、さ、20代の前半から今後半になって、うん、やっぱその時って多分変わりやすいんだよ、きっと。あ、そうかもね。でも、りょうはもう30代じゃん。うん、もうこの時もね、30半ばとかだから。そうだよね。うん。変わらないね。変わらない。頑張ろう。もっと頑張ろう。40代になっても頑張ろう。うん、頑張りましょう。ひょにょ。というわけでですね、今回は LINE を大公開しちゃいました。うん、いや、面白かった。うん。懐かしかったし。はい、ね、うん、懐かしかったし、愛が深まったと思いました。いや、思い出したね。昔のなんか気持ち、うん。そうそうそう。よかった。こんな感じだったなと思ってね。うん。ちょっと明日からの LINE 楽しみにしてて。マジかよー。はい、はい。というわけで、今回はここまでにしたいと思います、うん。はい。気に入っていただければチャンネル登録と、高評価のボタン、お願いします。インスタ、ツイッター、ティックトコもお願いします。ではまた。